ただきます。うまいな。三陸の牡蠣フライです。牡蠣フライって目がないんだよね。うまっ。来ました。金華サバ、石巻の金華サバのいろり焼きでございます。うまそう。イカの一本丸ごと焼きです。美味しそう。ここにはゲソと麩があるのかな。美味しそう。いただきます。うわうまいね。うまっ。これはね、焼酎合うよ。うまいわ。カツって最高。焼きそば頼んだらさ、案外でかいんだこの皿。やばくない？食えるかな。起きて。イカ食べて。イカ。こんな残しちゃったよ。移してこっちを。の月も売ってますね。はい、遊覧船で12時出港のご案内になります。乗船券お持ちでした。桟橋渡って右奥一番乗り場からの乗船です。これからね、遊覧船に乗って松島から塩釜の、方面をちょっとね見ていきたいと思います。結構人いっぱいいますね。料金の一等室でございます。今日は1000円でいいよって言われましたけど、1階が自由席で2階がプラス600円で3階がプラス1000円だそうです。毘沙門島です。てるように見えるんですけど、90の島でこの構成されてるそうでございます。日本三景松島でございます。いやもうね、すごいいいとこですね、松島。仙台のアウェー遠征にはぜひ、来ていただきたいところです。で、塩はね、すぐ引かなかったんです。で、携帯のテレビを見たら3時にもう太平洋沿岸6メートルの津波警報が出てたんですね。で、船長に伝えて、それで船長が、船長戻りましょうって言って松島に戻りました。
って戻って随岸寺の奥に避難するように言われて、こうやって助かったんです。遊覧船で結構出てたんですけども、どの船も塩釜か松島の方にね、船をつけてね、戻して、それで全員助かりました。松島湾内はね、亡くなった方いないんですよ。全員ちゃんと逃げられたんです。それも島のおかげなんですけどね、島が自然の防波堤になってくれたおかげで、松島の方ね、2メートルの津波だったんです。塩釜は4メートル、それも皆さんがテレビで見たような壁のような津波ではなくて、下からじわーっと上がってきてね、こぼれていくような感じ、お風呂にいっぱい水張るとこう入るとこぼれる、あんな感じの津波だったみたいです。ですから松島の方、建物が残ったんです。残ったんだけども、海水とヘドロ入っちゃったからね、それ書き出してから半年ぐらい、やっぱりお店屋さん開けることできなかったんです。で、私たちは人も無事だったしね、まずね、船も無事だったので、あの年の5月1日からね、船は動いてたんですよ。ですけども、お客様がなかなかね、来られなかったんです。泊まるところもないしね、交通手段もなかったのでね、だ1年ぐらいはちょっとね、毎日遊んでるような状態だったんです。で、1年過ぎてから急にね、たくさんの方が日本全国から来てくださって、それで私たちが仕事できるようになりました。今日もね、遠くから皆さんね、来てくださってありがとうございます。できればね、毎月来ていただけると私たち仕事ができますので、お待ちしてます。みーさんね、よし、握りをいただきましょう。ありがとうございました。お寿司がいただきましたよ。いただきます。うまそうなんだけど、あ、煮だこもありますね。鉄さんで結構ね、豪勢なランチを食べてしまいましたけどね、本当に美味しかったです。マリサっぽいっぱいいました。来年ね、もし仙台アウェー来た人は塩釜の方までね、ぜひ足を運んで美味しいお寿司をね、食べてください。板前さんで一人ね、ベガルタサッポの人がいまして、結構ね、話が盛り上がったんでおすすめです。美味しかったです。煮だこがね、美味しかった。また行きます。サングラスを着てしまいまして、すいません。すいません、こちらこそ。あったー、こちらですね。すいませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いいえ、お疲れ様でした。美味しかったね。また今度来ます。ありがとうございました。